これ若木だ。やったぜ。で、なんだっけな。そう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 。ちょっと待ってくださいね。これ、板は動かしておいて、納豆を入れて、うさぎのか、あ、いかだの図面。あれ、2個あるぞ。うん、いかだの図面。これ、テント作れるじゃん。で、ちょっと作業をさせてほしいんだよ。あー、中でね、ここで眠ろう。そうしよう。これ作業、あ、なんか、今、若木っぽいのがあったぞ。初めての、鋼のナイフ。なんだかんだ一回も作ったことない気がする。鋼のナイフで何ができんだ？鋼のナイフで何ができるんだったっけ？待って、これ、よしよし。ありがとうありがとう。デイジーが役に立ってる。我慢ね。ちょっと一回寝ます。ちょっとしばらく寝ます。75ぐらい寝よう。お腹と水分はたくさんあるから。あれ？お腹と水分はたくさんあるから。ああ、こう、狼の革手袋。革ブーツ。なるほど。これはあったかそうだぞ。革細工キットはさっきもらったしな。どうしよう。ブーツにしよっか。これ多分、一番あったかいんじゃない？革ブーツ作ろう。どう？お、防寒14だって。やばくない？すげえあったかい。布にしよう。作ってよかった、鋼のナイフ。で、このウサギの皮とかを使って、その、なんていうの？革細工キットを作るんですよね。あれ？これ、10個にできなかったっけ？あれ？ 10 個にできたような気がするんだけど。無理か。あれ、10個にできた。スカウトのカバンの中ではできないの。ニンニク食べときます。で、塩は動かしておいて。あー、しまった！やっちゃった！雨降ってたのにめちゃめちゃ。ま、いっか。で、せっかくだから、焚き付け作って、ま、これ何個か作っとこうかな。もうストーブでたくさん使うこともあるだろうし、まあ3つ4つぐらい作っておいて、でストーブを使うよ。でストーブつける。で体治る。クラフトする。毒煙玉ね。これ害獣たちを遠ざけておくのに役立つんですよね。その決してね、うん、決してなんですよね。決して倒すアイテムではないというところが悲しいところ。何かを倒したりできるわけではないっていうね。よし、焼いたお肉。よーし、いいぞ。ちょっと、出発。もうテントも作れそう。あー、でも、あれ、工場じゃなかったな。ホームセンター。ホームセンター、ホームセンター。これ、ホームセンターか？うん、酒屋だ。アルコールがよく見つかる。まあ、アルコールも、まあ、結構使ったっちゃ使ったしな。くそ、まだなんか悔しさがまた込み上げていた。あ、いやー、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。やめてくれ。焦るな、焦るな、焦るんじゃない。ちょっと待ってよ。倒すか？倒せる。倒すっていう可能性あるけどね。これ、あんまり動いてないんだっけ？無理か。無理だな。まあまあ、まあ、その、なんですか。ちゃんと、若木が、それなりに手に入ってるから、ちょっとチャレンジだけしてみるか。一回、3体の、狼をちょっと相手にしてみるっていうチャレンジね。
もしかして、もしかして、そっからこっち来れない？そっからこっち来れないの？あ、惜しい惜しい惜しい。時間がやべやべやべ、こほらほら、殴ってもいいよ、殴ってもいいよ、一発殴って、わかった、一発殴らせてあげてもいい。よっしゃー、ナイスよし、この領域を利用すれば、これちょっと裏技チックだな。この領域を利用すればいくらでも倒せるぞ。若木をすべて使ってはしまうんだけれども、もうちょっと、そう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 、そんな感じ。これちょっとせこいな。よしよし、ほらほらほら、これあ、やべ、ちょっと待って、あ、やば、何がやばいっていうか、あれが起きた、またカーソル消える現象。ほら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 、ちょっと待って、カーソル消える現象やばいよしこれせこいこれせこい。ちょっとあのカーソル消える現象起き始めたんで、ほい、最後は華麗にさらば。君のことは忘れない。よしよし、ちょっといい感じに3体、てかちょっと若干バグ利用みたいなところあったけどバグっていうか仕様、ゲームの仕様をついた良くない行動をしたような気がするけど、まあまあ、あんな感じで倒すこともできますよっていうね、発見でしたね、はい。でちょっとこの島を探りながら再起動もしていきます。よし、カーソルバグも治ってるし、マリーナに到着。改造ポイントですね。これはもうテントでいいでしょう。浄水器、いや、テントかな、浄水器。部品的には浄水器の方が多いのか。そうなの、いや、テントだよね。うん、テントで最後はやっぱエンジン目指したいな、まあ、収納庫も欲しいっちゃ欲しいけど、修理、古い材木1個でいけんのか。あ、頑丈な骨組みのおかげ、わかんないけど、まあ、ちょっと一応修理しとこう。壊れちゃ困るしな。これで眠る、ここで眠ることができる。これね、いかだ完全に出発するか、この畳む動作ね、いかだ完全に改造しきると、もうね、ほぼね、川をずっと下っていけるようになるんで、まあ食べ物だけかなが困るっていう状態になるんで、まあね、それ以外は結構イカダだけでどうにかなっちゃうっていうね、かなり頼もしいね、イカダに改造していくことができるんですよね。まあその旅の相棒みたいな感じありますよね、一緒に成長していくそういうちょっとゲーム体験にもなってんのかなってなんとなく思ったりもします。これちょっと悪いけど、もうグイ飲みで、ちょっとすげえ喉乾いてた。あ、なんかグイって飲むと、直で飲むとちょっと効果が違うのか、直で飲むと効果が50じゃないような気がする、乾きの回復力が。あー、なるほど、そういうこともあるか。タンポポはね、今ちょっといいや、タンポポ今ちょっといいですなんで2回言ってんのか全然わかんないけど。お、アルコールとなっ、あとはちょっと罠作って
ていこうかな。ウサギの皮が欲しいぞ。よっ。箱の罠。よっと。どこに隠れたんだ今。あ、なんか、あ、ワンセット。ツーセットある。なるほど。これは捕まえ放題と言いたいところだけど、もう若木がないんだな。で、ウサギの皮を手に入れれば、あ、保管庫調べる。報酬はなし。新しい仕事ね。荒野の衛生兵。というと、包帯を使え。裁縫キット1個。なるほどね。何をバンバン吠えてる。うわーとやっちゃった。変な声出た。あ、やば。タンポポちゃん持ってない。てか、水がない。あー、それはあれでやればいいか。浄水器で。浄水器ろ過でね、どうにかすれば、なんとかなるか。よし。これは、ウサギはゲット。もらっておく。よっ。で、これもう一回ここに仕掛けておいていいかな。多分あの上にいるウサギはこの穴に帰ってくるんじゃないかな。全く外れ。よし。ナイス。じゃあ、これはいただいておきます。もう、罠はボロボロだ。よし。で、若木はなさそうだから、このまま帰るんだけど、タンポポ茶かウルシ茶を作らないといけないから、作りたいと思います。まずは、蛇の毒って、あー、なんだこれ、死ぬマーク死ぬマーク、蛇の毒って危ないのか。まずは、ろ過器はあるんだよね。あ、飲み水もあるわ。なるほど。ちょっと待ってね。まあ、一応使っておいて。うん。汚れた水になっちゃうんだけど。で、これはイソップに動かしておいて、ウサギは閉める。で、閉める。で、間違えた。あぶね。皮を剥ぐ。帽子作るとこだった。皮を剥ぐ。よし。ウサギ側のジャケットね、今着てる。で、その革細工のやつって材料何だったっけ、忘れちゃった。革細工、ウサギの革とナットとボルトと金槌。金槌はどうやって作るかっていうと、ナットと古い材も、ナットはもう足らなくなってるな。よし、まあ、とりあえずともかくストーブを使う。よいしょ。で、クラフト、ストーブつける。はい、クラフトをする。で、タンポポ茶作る。で、飲めば回復。よーし、大丈夫。タンポポ茶はリラクゼーション効果もあるからな。ちょっとそれが強いのか。まあ、乾きはちょっと水よりは、少なくなっちゃうけど、リラクゼーション効果があるんで。焼いた肉。これそろそろ、調理のやつ終わるんじゃない？あ、肉料理のシェフ終了。タンポポ茶が1個もらえる。なるほど。そうかそうか。さっきちょっと空き瓶拾っちゃったんだよな。これやっぱ空き瓶じゃ捨てていいわぽい。で、飲み水に変えておこう。ろ過器もあることだし。で、まあ、噛まれた時のために一応タンポポ茶をもう一杯作っておいて。で、肉食動物。そろそろこの肉も結構食べたけどな。もう一個食べてみる。あー、ちょっともったいないか、さすがにそれは。焼いた肉、まだストーブは生きてる。肉全部焼いとこう。せっかくだったらもうクエスト全部クリア、てか肉周りのクエストクリアしとこうかなと思ったけど。よし、じゃあちょっと戻ってもらって、よっ。ちょっと報告だけしとこうかな。あれ？箱あったのここだよな。ん？ここに箱があったはず。よっ。報酬受け取る。担保茶ゲット。仕事は1個しか受けられないよね。そうだよね。そりゃそうだ。よし、帰ろう。帰り、蛇に気をつけて。はい。ちょっと見てる方のね、声を代弁した感じで。はい。
ということで今回はフレームインザフラットこの辺りで一旦終わっておきたいと思います。まあストーブとね、テントを手に入れたのでかなりもう安定してくると思うので、まあ、あとはストーリーをね追っていきたいかなと思ったりもしてます。まあでも油断大敵ということで、とりあえず若木を蓄えて王様イノシシもう一回会えることができたんだったら倒します。はい。それでは今回も動画見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。